アザラシの赤ちゃんチャンネルの小原玲です。いつもご視聴ありがとうございます。このまま毎日投稿を続けるだけのアザラシの赤ちゃんの動画のストックがありません。なので、週に2回ぐらいの、頻度に落とすか、それか別の可愛らしい動物、シマエナガとかモモンガとか、マナティとかそういった動物の投稿を増やして毎日投稿を続けるか悩んでおります。皆さんのご意見をお聞かせ願えたらと思っております。よろしくお願いいたします。